さあ、こんにちは。おはようございます。ゲットです。こんにちは、ゆうたです。今日はですね、映画クロスローズが世界配信が始まったということで、なんと映画クロスローズのロケ地を回っていきたいと思うんですけど、ということで、僕たち2人だけだとちょっと寂しいなと思ったので、今日はスペシャルゲストが来ています。ひろやさんです。あー、おー、初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひろやさんだ。ポルノ男優、ダンサー、モデルとして幅広く活躍中のひろやさんと一緒に映画クロスローズのロケ地を一緒に巡ってみよう。それでは出発。映画見ましたか？見ました。何度も何度もありそうですよね。いや、ありそうですし、なんかハッピーエンドの終わりもあるし、あーゲイを凝縮した作品でした。ゲイを凝縮した、ね、はい、ということでこれから平井さんと一緒に聖地を巡っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず一つ目ですね。もう早速僕見えるんですけど、俺も見つけました。お、荒川くんだ。久しぶり。どうも。久しぶりですね。まず一人目のゲストは荒川くんでーす。よろしくお願いします。ぐるぐるしてたの。ぐるぐるしてたのはどこら辺なんですか。ぐるぐるしてたのはね、もうちょっとね、向こう側です。あ、向こう側。あっち側です。あ、ここをですね、荒川くんがこう颯爽と歩いてたわけですね。本日一つ目のロケ地はストーリーテラー。荒川くんのシーンに使われた上野駅パンダ橋口です。初めてです。もうなんかドキドキしちゃって、もう何の話していいのか分かんないんですけど、僕もなんか作品で見た中だと MC 的ライトでも重要な役でしたよね。そうですかね。実際お会いしてなんかお話すると、あ、なんか意外とすごい柔らかい人っていうか実物の方がもっと可愛らしい。あら、まあ、そう言っていただけるともうなんか幸せです。ひろやさんは演技とかされるんですか？あ、はい、僕あの職業がポルノ男優なんで、まあ、ちょこっとですね。始まってしまえばもう本番が始まってしまえば演技はそんなにいらないので。そうですよね。ゆうたさんも実はセクシーな。あ、そうなんです。20数年前です、ね、そう、大先輩です。2大ポルノスターが今ここにいますね。もうね、スマホとかない時代の、VHS の頃ですね。VHS、 そうです。さあ次はですね、2人目のゲストです。いるじゃん。お、いる。お、あれは誰だ。次のゲストです。次のゲストは、お、カンタくんだ。お、2人目のゲストはカンタくんです。カンタくんです。はじめまして。はじめまして。和服だ。ここはあれですよね。なんとカンタくんとコウスケくんが一番最初に待ち合わせをしていた場所なんですね。そうなんですね。ここら辺ですか？これ まさにね、まさにここ、このここ見えましたもん。二つ目のロケ地はコウスケくんとカンタくんが最初に待ち合わせをしていた場所、上野駅ロータリーです。ここでね、ジャックドを開いてね、ジャックドを開いてコウスケくんがカンタくんを待ってたわけですね。初めましてですよね。顔立ちが整ってますね。そうなんですよ。なんかやっぱりあの映画 でしかみんなを知らないから、はいはい、その印象がついてるじゃないですか、はいはい、僕的にはちょっとあの遊びすぎて普通だったらなんかすごくいい人ですね。ね、ちなみに僕も知らなかったんですけど、どこなまりなんですか？僕はあの会津なまりです。会津なまり、福島の会津なまりです。ここでちょっと平井さんにお願いがあるんですけど、え、何？コウスケさんとカンタさんの出会いのシーンが本当に好きなので、よかったら二人で再現してもらいたいなと思います。平井さんにそんなことお願いしていいの？ぜひ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 あの、初リアルの手でくれる。なるほど。あ、わかりました。いいですか？マジで？サービス精神旺盛ですね。すごいですね。すごいですね。じゃあちょっと撮ってみましょうか。はい、いいですか？ひろやくんですか？僕で大丈夫？はい、
はいカット。オッケー。もうすごい。あの演技がね。じゃキュンキュンした。ヒルナさんバージョン。初リアルで和装って絶対だよ。すごい上手。うん。スカイでこんなパッと取れるなんて、ね、こんな無茶ぶりを楽しいですね、やっぱり。あ、おおおおということで、はい、もう次のロケ地まで時間がもうないので、はい、早速移動したいと思います。行きますよ、はい、行きましょう、はい、次回に続く。映画クロスローズは10月17日まで全世界オンライン配信中です。詳しくは概要欄にて。今この瞬間が、僕で大丈夫ですか？はじめまして。よ、待った？僕らの出会いはどう変化したのでしょうか？映画クロスローズ全世界配信スタート。